第十三届世界梦一文字书法大赛，2021年令和三年得奖作品。第十三回世界夢一文字コンテスト受賞作品。2021年举办的第十三届世界梦一文字书法大赛，有来自日本全国35个都道府县，以及海外台湾从北到南学校的作品，透过国东半岛爱创生联盟、台湾事务局收件，集体报名参加。日本有61所学校团体，台湾有30所学校参加。和2020年相较，多出347件，合计共3700件的参赛作品。主办单位国东半岛爱创生联盟将来自各地所有的参赛作品整理完毕后，会先送到梁子市祈福，诚心祈祷参赛者用心写下的愿望都能梦想成真，祈愿完成后再进行审查作业。另外，为了奖励学校推展书写教育，主办单位会从众多参赛学校当中选出世界梦一文字团体奖励赏，颁发奖状与奖品以资鼓励。第十三届世界梦一文字书法大赛团体奖励赏，台湾得奖的学校有纯德国小、普台国小、正德国中、宏国德林科大、治理科大，恭喜恭喜。另外，个人奖最高荣誉是国东半岛爱创生联盟会长奖。由参赛的小学、国中、高中每个年级一名，大学生与社会人士各选一名颁奖。再来分为特别奖、金赏、银赏、铜赏以及入选作品，除了入选作品之外，都会有奖状、奖品。所有得奖作品都会在日本大分国际机场展示。2021年共有702件展示作品。接着就让我们一起欣赏令和三年2021年的得奖作品吧。どう？僕は5歳から書道を習っています。お手本通りに書くことは難しいけれど、楽しく頑張っています。練習を続けて字が上手くなりたいので、この字を選びました。道，我从5岁开始学书法，虽然要写的跟字帖一样漂亮很困难，但我乐于学习，因为我想透过练习让字变好看，所以选择了这个字。行き，今新型コロナウイルスが世界各地で流行っています。私のパパとおじいちゃん、おばあちゃんは日本に住んでいるので会うことができません。私はコロナが収まるまでちゃんと生きていきたいと思います。生、現在、新型冠状病毒流行于世界各地。因为我的爸爸、爷爷、奶奶住在日本，我无法见到他们。我希望在疫情平息之前，大家能好好的活下去。弾く。毎週秋末までピアノを習っています。一日も練習を休まないことが今年の目標です。今年の夏の発表会には間違わないようにいっぱい練習をしたいです。
弹。我每周都会到安琪丁学钢琴，今年的目标是每一天都能练习。为了在今年夏天的发表会中不弹错，我想要做更多的练习。気づく。僕は気づくという一文字を書きました。その理由は、僕は修学旅行に行き、そこで平和の学習をして、僕は平和を築いていくのは自分たちだと考えたからです。いつか必ず世界恒久平和を実現させたいです。竹、我写了竹这个字，理由是我去毕业旅行时，在那里学习和平的议题。我认为建立和平要从自己周遭做起，总有一天我能实践世界永久和平。絆。私が選んだのは絆という字です。私は小学校から離れた中学校へ行ったので、新しい友達作りが大変でした。そしてとても心配でした。でも今は中学校の人たちと助け合ったり、楽しく過ごしたりできています。そこには絆があったから助け合ったり、楽しく過ごせたと思います。来年入ってくる新1年生とも絆を深め仲良くしたいです。伴。我选择的是伴这个字，因为我去了离小学有点远的国中读书，所以我很担心难交到新的朋友。但是现在的我可以与国中的同学们互相帮忙，开心生活。正是因为我们之间有着羁绊，才能够互相帮助，开心生活。我想要与明年入学的新生也建立良好的关系。飛ぶ。2020年に日常生活で不便なことがたくさんありました。2021年に拘束がないよう自由自在の生活を過ごしたいので、飛ぶを選びました。飛。在2020年、日常生活中有许多不方便的事情。我希望到了2021年时、能够过着没有束缚、自由自在的生活，所以选择了飞这个字。こう、新型コロナウイルスの感染が広がり、世界の感染者と死者が多くなりました。父は医者で、感染対策をしながら仕事に励んでいます。医療現場で働く方々と世界中の人々が健康でありますようと願い、今年の一文字に「こう」を選びました。康。由于新型冠状病毒的扩散，造成全世界出现许多感染者与死亡案例。因为父亲是医生，努力工作，同时也用心防疫，希望在医疗现场工作的工作人员们与世界的人们能够健健康康，所以我选择了康作为今年的一个字。B、私は自分自身のことがあまり好きではありません。だから来年は心も体も美しく可愛くなって自分のことを好きになれたらいいなと思い、B にしました。美。我不太喜欢我自己，所以希望明年我的身心灵都能够变得更好。我能喜欢上新的自己的话就太好了，因此选择了美这个字。On。心が温かくなるような字だからです。温。因为温这个字是能够让心里温暖了起来的字。
小新しい一年に周りのみんなの健康、安全、幸せを祈ると同時に社会の平和も祈ります。そこで私は小という字を選びました。想新的一年，我祈祷身边的大家都能够健康、安全、幸福，同时也希望社会能够和平。因此，我选择了“祥”这个字。筆。将来書道の先生になりたいので、筆という文字を選びました。これからも目標に向かって頑張ります。笔，我将来想成为书法的教师，所以选择了笔这个字，之后要朝向目标努力。秒，世界中の誰もが尊重される世の中になりますように。平，希望这个世界能够尊重所有的人。勝つ。高、学、駅、定、小、音、上、下。今年也让我们将梦想或目标化为一个汉字，把理由写在明信片上，报名参赛吧。第14回世界夢一文字コンテスト参加者募集中。皆さんご応募ください。待ってます。